これからキリについてお話しします。このキリはですね、キリの単数のキリの木になります。このキリの花はですね、春先に紫色の花を咲かせます。次に大きさですが、通常は8メートルぐらいのものが多いんですが、中には10メートルを超えるキリの木もあります。次に特徴はですね、やはり一番特徴は葉っぱがハートの形をしていることです。次に常緑樹と落葉樹に分けますと、落葉樹の仲間になります。また成長が早いか遅いかに分けますと、早い仲間になります。次に剪定の強さですが、この霧は強い剪定に耐えることができるんですが、通常は形を整えるくらいの剪定をすることがポイントになりますので、あまり強い剪定には耐えることができません。それを踏まえまして剪定のポイントですが、成長が早いのもありまして、もしお庭に植える際はですね、邪魔な枝を切るか、または大きさを整えるくらいの剪定をすることがポイントとなります。料金は高さが2メートルで3000円からとなります。